やってまいりました。トイレットペーパーがない、早速遊んでいきたいと思います。まあ、なんともお下品なゲームというか、もう帽子にはうんち、非常に下品ですが、これかなり大事な役割ではないでしょうか。皆さん、トイレしてる時にトイレットペーパーがない、そんなことありませんでした今まで？俺ないです。俺はないですけども、たまに聞くんですよ、そのトイレットペーパーがなくて困ったみたいな話。この人はきっとそういう人たちを助けるために何かそういうことを職業を生業にしているんじゃないか、そういう風貌のように伺います。では早速やっていきましょう。トイレットペーパーがない、おっと、これレベルがあるんですね。どういう状況になっていくんだ。レベル1労働中自分の顔なんだ。いきます。何が、絶対真ん中に人がいるでしょこれ。大丈夫かこのゲーム、このゲーム大丈夫か。今のところ非常に詰まりません。トイレなだけにトイレが詰まらないですよこれは。レベル1はまあでもこんなもんなのかな、さすがに。あ、毎日ログインやるんだ、ちょっと1日目やった。レベル2いきます。これどう難しくなっていくか気になるな。うん、なるほど、これ鍵と銀のトイレ、おめでとう。お、変わったうんこだね。でも使い道がないみたいな感じ。なんだ、どういうことだ。でも鍵は絶対開けて、開け、え、どういうこと、ちょっと待って、なんだ今ブラックホールか何かか。開けて、え、これ助けた方がいいんじゃないか。ちょっと待って待って、マジでどういうことだ。え、開けちゃダメなトイレもあるってことか。一概に鍵開けたところが正しいとは限らない。的確にどこに人がいるかをしっかり見抜かなければいけないということか。おっと、どういうことだ。はっ、他に部屋がある。バナナ、うん、また銀のうんこ、大丈夫か他に。謎解き用とか増えてきた。これ絶対ゴリラはバナナで、うっ、うっ、死んだ。バナナ持ってるとダメなのかなこれ。あ、絶対ここ行くしかないな。はい、でバナナを、わからんちょっと待って、どういうことだ。絶対バナナはいるでしょ。で待って、レベル3から超難しいんだけど、やばい、これやばいぞ。え、本当に置こうか、目の前に、目の前に置こう、目の前にバナナ置こう、それしかない。はいはい、ええ、そもそもこういう状況ないよな、置けないもんね、どこかに。こっちの部屋にさ、バナナを置いて誘導するとかありそうだけど、これだって次そっちのページ行ったらもう死ぬでしょ。どうする。え、ヒント見よう。最近のアプリは広告ばっかりだったり、課金しないと楽しめないゲームばっかりでつまんないと思っている、そんなあなたに大人気のパズルゲーム、その名もロイヤルマッチ。ワクワクウキウキ。ロが抜けとる。積んでるとき先に取れるものがあるかどうか確認してみましょう。いやいや、それ分かってるのよ。だから俺はバナナ取りに行ってるの。ちょっとどうすっかな、どうすっかな。絶対戻ったらダメなんだよな。もう一個ヒント。むずいなこれマジで。大人気のパズルゲーム、その名もロが抜けとる。お腹が空いているゴリラ、凶暴ですよ。いや、分かってはいるのよね。開けといてトイレの中に入れるとかなんかなこれ。無理。ラストヒント、ラストヒント。大人気のパズルゲーム、その名も、いや、ロが抜けとる。バナナはゴリラを引きつく。いや、知ってるんですけど、あ、分かったわ。これバナナ持ったらもうダメなんだ。開けて、そしたら、そうそう、バナナある方に。なるほどね。うわ、もう渡すっていう思考、頭固いわ俺。なるほどね、そういうことね。うわー、でももうだい TLT。 ちょっと待てよ、だいぶ話がややこしくなってきてるぞ。鍵でこれ開けます、外れ、うん、まあ、とりあえず銀のうんこ、は、何それ、何かが分からんけど、なんか音が、あれ、何何、全く何が起きたか分からんけど、どういう、何が起きてるのこれ。これで、あー死んだ。
これこのまま行くとまたダメなんだよ。金のうんこが、うん、やったーやったーなのか。いや床のなんか壁のなんか壁の色が違ったから触ってみたけど、ここからでもどうする。えっ、ワープホールからおじさんが出てきたんだ。むっずこれ、えっこれむず。落ち着け、これ絶対罠だぞ。うわ、警察官がいる、ティッシュも打っている。なんだ、大丈夫か。ティッシュこっちか、開けるかとりあえず。 なんだ、お金、オッケー、これで多分ティッシュを買います。え、落ちてるお金で買ったから捕まったのか。妙なところでリアルだな。これはどうするかな、警察を巻くか。あー、トイレがない。あー、なるほど、オッケーオッケー。となるとこれを警察に渡してでこれさらっと剣棒盗んだね。で剣棒でどうする、うん、なんか銀のうんこ手に入った。こ壊してタコテイトリトリバルのがやばい、俺めっちゃ悪いやつだ。これ剣棒手に入ったからさ、これで警察官ぶっ倒してその後そのお金で買うかと思ったらちゃんとトイレットペーパーがありましたね。なるほど、やばい、俺の人徳が疑われる。さあレベル6です。意外といけますね。面白い、これちょっと難しいですね。あのうんこのゲームだからさ、何簡単なのかなと思ったんですけど、結構難しいです。ちゃんとよし行くよ。これは何、これは何、え、丸、どういうことだ、え、塞いで、あー、遅れちゃった。でも何かで塞ぐんだろうね、これを。大丈夫、もう分かった、これを持ってして、オッケー。あ、人は、いや、いつもどこから出てきてんの。このいつもトイレットペーパーを必要とする人の状況がすごいな。でもいけますよこれ、皆さんどんどん行けよ。うっ、冒険家がいるぞ、閉じ込められている、うん、この銀の子は何に使うんだろうな。バナナ、穴開いてる。あ、捕まった。え、ダブルゴリラ、待って、状況の整理がつかない。何が起きてるんだこれ。え、どんどん複雑化していくのこれ。これ開けるで、バナナがあって、ここのゴリラは対処できた。で捕まったけど、これバナナ、そう、拾っておかなきゃいけないんでしょうね。でバナナここに置いておくと、で鍵開けて、ゴリラはでもバナナに夢中だから俺のとこにはこう来る。どういうこと、ちょっと待って、ここまでは分かるのよ。はい、バナナ取っておく、で鍵も取って、おい、バナナどこに置けばいいんだこれ。食べてやるバナナだから。あ、わかった、これバナナで足滑らせるんだ。バナナを取らずにゴリラに行かせます。でバナナ取って、鍵取って、ゴリラが歩いてくるうちのバナナを置いておけば滑るんじゃない。あれ、え、わかったわ、右の扉を開けたらもうダメなんですよこれ。わかったわかった、なのでここだけ開けて、ここのゴリラ行かせる、バナナ取る、鍵取る、一応置いておく、開ける。ほら転んだ、よし、で、はい、いや、どういう状況、どういう状況なの。足たくさんあるな、これどうなんだろう。とりあえず開けますね。はいはいはい、テレビ、こっちもなんだ、またどこ回収、え、9人もいる。あ、リモコンゲット、はい、はい、え、え、どういうステージなのか理解が追いつかないけど、まあなんかあのトイレットペーパー欲しいおじさんを当てなきゃいけないって感じだった。女の子がいる、え、あ、これ絶対お母さん
探してるんだろうな。これどうするか、髪切っちゃうでしょうね。人の髪は切っちゃいけません。これ切ってるとかのレベルじゃないな。もうじゃあ髪もこれハサミ持ってこのこうトイレットペーパー渡していいのか。ええどういうこと。まあ OK 分かった。ハサミ持ってトイレットペーパーを交換させてもらってで鍵開けます。おじさんがいるの でお母さん、あ、ダメだですね。これなんか順番とかも結構大事ですね。まず開けてで鍵を交換してもらう。開ける。おじさんは出てきます。ほぼうんこ漏れとる。ここからよね。で女の子タッチすると警察が来るんですよ。お母さんのとこ行ってほしいんだよな。ハサミ持つ。出てこない。あ、ハエを捕まえた。でハエを何かに使うということか。でこれ髪切っちゃうよね。ハエをハエを使って何かできそうですね。開ける開ける。鍵もらう。交換する。開ける。ハエゲットで、おん、あ、オッケーオッケー。お母さんにハエを当てます。でその隙に髪切れた。でカツラを、え、どういうこと。でお母さんに子供を渡したら、え、ちょっと待って、どういうこと。誰作ったこのゲーム。わあ、なんかタップしたら手に入った。やばい、レベル8、これすごいぞ。開けます。鍵もらう。開ける。シャンゲット。ハエ当てる。でこの油断してる間に髪の毛をもらいます。移動。女の子もゲット。え、やばい。あ、女の子ごとトイレットペーパーを渡せばよかったんだ。わからんわからん、無理。ちゃんとだってお母さんに娘返してからの方が絶対いいのに。だってハテナってなってるもん、女の子。倫理観歪んでるぞこのゲーム。やばい、ちょっと10まではクリアしたいですね。ちょっとラスト頑張ります。ん、なんだこれは。あ、どういうことだ、どういうことだ、これどこにいるんだ。あ、ほうきが手に入った。監視カメラもついている。特に怪しいとこはない。大丈夫。ウェイトレスが来ました。ジュースもらいます。飲んだだけ。開けてみるか。あ、なんでこんなお金が置いてあるんだ。ちょっと待って、なんでクリアできたんだ今。ちょっともう一回やらせてください。理解が追いつかなかった。何があったんだ。とりあえず俺ここでほうきゲットするのは多分すごい大事なのよ。でここでなんか防がなきゃいけないんでしょ。あ、ジュースのむくだりもよく分かんない。で逆にこれさ、ほうきでさ塞いでなかったらどうなるんかな。はい、はあ、なるほど。パイロットがお金に目をくらんでそのまま墜落。どういうこと。